だと。ダンスカラーですか。おお、ジェプラ。ジェプラっていうことはこれはもう。おお、おお、すごい嬉しいじゃない。おお、じゃあ。時短すげー。すごいわ、時短。大事だね。相当大事。本当ありがたいこのスペック。本当。戦え、信頼実践。なんちゃまん。皆さんこんにちは、平山です。こんにちは、夏美です。いやなんかこのなっちゃまん。うん。8ヶ月ぶりぐらいらしいよ。ねえ、それ聞いてびっくりしたんだけど。なんかそんなに経ってる気しないよね。そうなんですよ。何気に2020年初らしいんですよ。ねえ。びっくり。去年の12月が最後だったらしいの、前回。なんかちょこちょこ会ってるから。そう、会ってるし、うん、なんでだろう。全然やってる気がするよね。はい、うん、え、最近パチンコ打ってる？まあやっぱりちょっとコロナ明け、自粛明けたんで、うんうん、ちょこちょこお仕事でね。どう？意外とね、自粛明けね、調子いいんですよ。そうなの？なぜかすごい絶不調です、今。だから YouTube に野球ばっかり上げてんの。私ストックゼロなんだけど。コラボしようって言ってたもんね。そうなんかね、しましょうしましょうね。そうせっかくだから、しようコラボ。お互いなんか私もネタないから。そう、ネタないからちょっと考えて。ね、考えとくわ。じゃあ個人のチャンネルやってるんで、うん、そっちの方のコラボも皆さん期待してください。はい、ということで、今回実践するのはですね、9月7日に全国導入されましたパチンコ仮面ライダーゴーンでございます。話題の機種やで、このルールなんですけれども、制限時間内での定ま勝負となっておりまして、負けた方には今回罰ゲームいつも通りあります。ちなみになんか今回から罰ゲームのテイストがね、なんか変わるらしいんだけど。それでもある意味嬉しいかも。どう変わるの？いろいろやらされたもんね、うん、なんか踊ったり、確かになんか、そうそうそう、なんかになりきったりとか。結構恥ずかしい系の。結構グッとくるよね、うん、精神的に来る罰ゲーム多いから。やらなくていいように。結構私なっちゃまんの罰ゲームほんと嫌なんで。いや、私もほんと嫌だ。嫌なんでちょっとなんとか回避したいと思います。はい、なんとか頑張りましょう。ということで、はい、早速バトルに行きましょう。行きましょう。バトルの舞台は菊屋千葉店さんです。菊屋千葉店さんはパチンコが410台、スロットが358台ある地域最大級の人気店となっております。そして菊屋さんでは、菊屋プロデューサーこと菊 P さんのツイッターも展開中。さらにオリジナル動画コンテンツ菊屋チャンネルも YouTube で配信中です。他では見られない店員さんの実践動画や最新機種の解説動画など、さまざまな動画を随時アップしております。皆さんもぜひチャンネル登録お願いします。では実践スタートです。頑張るぞ。それでは今回の出場スペックを説明したいと思います。お願いします。大当たり確率約 319.9 分の1、技術中の大当たり確率が約 74.7 分の1になっております。で、 FD の突入率が 50%、はい、で、50% を引けると SD が120回転ついてきて、ダメな時、通常当たりの場合は時短が120回転なっております。で、これだけ聞くと普通のスペックなんですけれども、はい、こちらのライダー、なんと U タイム搭載でございます。で、 U タイムは通常状態で950回転回すと突入しまして1200回転。しかも U タイム中は電車庫での消化なので、もちろん U タイム中に当たれば SP 突入も濃厚になります。嬉しい。はい、まあ、時短がね、普通100回転なんですけれども、120回転ついてくる上にですね、なんと SP の後に時短が120回転ついてくるっていう振り分けが、すごいよね。そう、これがよく 40% もあるので、で、その上、右打ち中は 80% で10ラウンド当たり1500
ラッとほぼほぼだねできるので、でなんか当たりやすくて甘いからちょっと出玉が少ないんじゃないって思うんですけども、半分か10ラウンドとかそんな感じなのかなと思ったらさ、8割がもう10ラウンドだから、ね、全チャン10連しても下手したら全部10人に10ラウンドになる可能性もね全然あると思うし、でもハイパーベルトフラッシュは欲しいかな。あ、なるほどね。ゴーンは？ゴーンゾーンでゴーンとか。私も2回当たって1回はゴーンゾーンが絡んだから。それの、それ待ちかな？その2つ前の。かなっていう感じ。とりあえずカスタムは今やってない状態？何もやってない。うん、私はね、ホールで初打ちだから、とりあえずはノーカスタムでどんなもんなのかなっていうのを見ようかなと思って、あ、もうちょっとで50回転あ、私もそう、私今46、まずはね、液晶の左側あたりに末尾が出るかどうか、そうだね、まだ見たことないからホールで、私も見たことない、なかなか出ないかな、どうなんだろう、どうなんだろう、あ、私も行ったけど出なかった、出なかった、うん、出なそう、お、紫、紫、連続横っぽい、ね、結構出る、うん、じゃないですか、結構チャンスですね、すごいね、ノーヘルで、ね、ノーヘルでなんかあの、うん、学生さん、え、学生さんなのかな、違うのかな、スーツかな、あ、スーツっぽいけど、なのかな、青いスーツお、撃たれてきた、お、ベルト出た、出ました、あ、タイトル普通です、うん、今シングルなんで、ここでゴーンゴーン入らないね、あ、ん？あ、ミスジュラシだ、一応の2号参戦しました、2号参戦で一応タイト50%って書いてますね、うん、書いてるんですけど、そうだね、これはきついパターンでした、さあ50回転末を出ずダメでした、私のサーブゴーン結構いくのかな、どうなんだろう、私よりも熱い、あ、タイマー、タイマー出ました、2個目で赤とかだと熱いんですけどね、来ました。
初めてだから予測ができん。あ、じゃあ赤タイトル来ました。オリオンウィークで50個で頑張れ。あ、待って待って待って、なんか、ちょっと見えない、なんか大きくない。おお、ライダーの、ライダーの方、そうだよね、いっぱいいっぱい手厚いだ、いろいろと急に起こってびっくりしてる、すごい。ライダーのアットホールなんで結構いい、ね、めっちゃ熱い、 V シリーズ、いや、これは当たるやつや、これはいい流れだと。V3 はやっぱ最初からです。もうジプラージプラっていうことはこれはもうもう安心のやつ、これは大丈夫だと思います。また使ってもいいです。すごい、え、すごいびっくりなんだけど、突然来たね、切りもみー、早い、早かったね、早い早い、50.2 です。びっくりした、急に来ました、すごい。まあこれであとは昇格するかどうかですね。ほとんどがラウンド前に昇格するかな。あ、ここで、うん、あ、そうなんだ。ここが結構力の入れところか。頑張れ、3、3、おお、やったー、早ー、嬉しい、ありがとう。早いです、びっくり、これは嬉しい。私はとりあえず王道から激走サイクルモードでやってみたいと思います。ナース頑張るぞ、 SP だけでもね、80枚以上あるから、なるぞ、赤文字かな、これ赤文字かな、赤文字だよね、ぽいぽい、よし、ベルトが出て、まあ、バトルがメインのモードなんでバトル発展ですね。ファイト、これカタカナだとね、いいみたいなんですけど、ここのオーラもね、赤だと大チャンスらしいんですけど、今見てる、あ、緑か、赤が欲しかったけど、どうでしょう、どうかな、頑張れ、変だ、変だ、メンタ、あ、そっちだ、結構当たってくれるんですね、これで、なんと、あ、え、すぎる、すぎるだろ、これは、これ
そう。すごい、これがジタンの恩恵ですよ。ジタンでかいね。やった。ジタンすげー、すごい、大事だね。相当大事、うん、全然違う。あ、すごいわ、これは。ありがたすぎる。絶望からの復活、ね。うん、ありがたい。ツーラウンドやっぱ偏るね。出ましたね。おー、当たった初めて。すごい、うれしい。よかった、ツーラウンド結構シンプル、ね。当たらないでって祈るのも珍しい。
よね。ね、Uタイム搭載機種のあるある。うん。何何これ。うわー、めっちゃ当たりそう。これはやだな。嬉しい。わあ、嬉しいなー。
当たるわ。おお、褒められました。すごい。あと何回もするじゃない。あと8。おお、もらったようなもんだね。おお、さすがに大丈夫だと思うけど。これで行った。やっと U タイムに入りました。これで1200回転 U タイムがつくので、いや10ラウンド初っ端から狙えるのでかいよね。そうそう、それがね、そうそう、一番いいよね。めっちゃ速い。本当だね、めっちゃ速い、
ない、色掘りはチャンスモードで一応青になったけどどうなんだろう。おいいんじゃない、ね、PSP に、あーターボゾーンだ、どうかな、メニュー、あ、ゴーゾーに注目だって、赤タイトル、え、集合するんじゃないのこれ、集合した、ガジェット、あ、あ、いったいったいった、ヘイパブルフラッシュ来た来た来た、おー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 、ヘイパブルフラッシュね、あるよ、いい、いいよね、トゥ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 、10個ありますからね、あ、赤タイトル来た、おー当たりそうね、一応赤タイトルも 50% ぐらいあったと思うんで、これちょっとなんとか、うわーこれは赤タイトルいきなりすごいね、いきなり元気ない、今にこれはいくでしょ、すごい成り上がり、いろいろチャンスモードいいですね、はいはい、おはははすごい、ちょっとラッキーすぎる、すごい、わーやったあるか分かんない、結局さ、あ、結局何これが新しいってこと、結局内容一緒なんじゃないの、そうっつってるけどこれちなみにこれ罰ゲーム2種類あって、じゃあちょっと私がなんて書いてあるか読みたいと思います、はい、まずこっち、ファンが望みそうなとにかく可愛いポーズを3ポーズしながら今回の反省と次回の抱負をアピールしてもらいます、むずしかもウインクで決め顔って書いてるけど最後に注文を、そうそうそうでもう一個、もう一個はですね、とに
かく全力ギャグを永遠としながら今回の反省と次回の抱負をアピールしてもらいます。え、結局さ精神的罰ゲームじゃない？いや、なんか変わってないよね。変わってないよ。じゃあちょっと弾いてもらうためにちょっとシャッフルするね。はい、よし、これでいこう。さあどっちか好きな方を弾いてください、てか別にどっちも嫌だしな。そうなんだよね。どっちも嫌だか。うん、じゃあこっちで山根ちゃんどっち選んだでしょうか。はい、あ、ファンが望みそうなとにかく可愛いポーズを3ポーズしながら今回の反省と次回の抱負をアピールしてもらいます。ウィンクで決め顔。注文が多いんだよなこれ、ね、3ポーズした後にウィンクだから ね。それでは山ちゃんの罰ゲームスタート。今回一生懸命頑張ったんだけど負けちゃった。なんで負けたんだろう。やっぱり最近調子悪い、引きが弱いからかな。反省反省。次回はすごいいっぱいいらしてなっちゃんに勝てるように頑張りたいと思います。キュンキュン。ウィンクした？した。かわいい。結構きた。でもちょっと見ててね、ちょっと燃えたけど。本当？こっちはちょっとね、キュンキュンしたけど。でもね、私がやるって考えたら結構来るかもしれない。来るでしょ。ついよこれ。罰ゲームだからね。はい、ということで現在絶賛稼働中のパチンコ仮面ライダー GO も皆さんもぜひホールで近くの店舗でやってみてください。それでは。さよなら。